乃木による妻を伴っての殉死は当時の国民すべてに途方もない衝撃と感銘を与えずには起きませんでした。9月18日に青山斎場で執り行われた乃木夫妻の葬儀は、なんと十数万の国民が自発的に参列するなど、かつてない国民葬になりました。乃木の殉死を受け、国民を主体としてさまざまな動きが見られるようになりました。東京赤坂の乃木邸には多くの国民がこぞって訪れ、付近の坂の名前も乃木坂と言われるようになりました。やがて当時の東京市長であった坂谷義郎が中心となって、乃木を警護従う人々が進む人々による中央乃木会が設立されると、大正8年1919年には乃木神社の創立の許可が下り、翌大正9年1920年に明治天皇と昭憲皇太后がお祭りされている明治神宮、これが創建された後に乃木神社造営の事業が起こされ、大正12年1923年11月1日に鎮座祭が行われました。大正12年は西暦に直すと1923年、今年は平成25年、西暦2013年、つまり今年は乃木神社は創建90周年を迎えます。乃木将軍が我が国に残した数々の実績は多くの国民を感動に包むとともに、御祭神として今もなお国民の心に生き続けているんです。